こんにちは、翔太です。今回は高尊さんの性能解説をやっていこうかなと思います。ちょうど今来ていて、まあ強い花嫁ではあるんで、まあ解説していこうかなと思います。まずですね、まあ結構初期の花嫁なんで、まあ花嫁の追加内容とスキルの説明をして最後にまとめをしていこうと思います。まず花嫁での追加内容ですね。まず炎帝スキルは出陣するとき5ターンの間自身が援護状態に入り受けるダメージが 60% 減少し、ダメージ反射が 80% 増加すると、まあ、なんで、まあ、出陣したらそれだけで援護がつくような感じになってます。まあ、受けるダメージ 60% 減なんで、まあ、実質この援護がある間はダメージじゃないな、 HP2 倍みたいな感じになっていると考えてもらったらいいかなと思います。で、指輪が物理防御貫通500で、衣装の方が体力レベル ×80 と物理会心ダメージ 20% がつきます。まあこのキャラクリティカルを出しやすいキャラなんですけど、まあ会心ダメージ、物理会心のダメージがなかったんで、まあそこのダメージ伸ばせたっていうのがいいところですね。クリティカルのダメージを伸ばせる。で、まあ見てもらうと分かるように援護と体力がついているんで、どちらかというと体力寄りに進化したところはあるかなと思います。で、このキャラデフォルトのパッシブで反射 30% 持ってるんで、合わせると 110% も反射あるんですね。まあこれはなかなか偉大かなと思います。まあ闘技場とかでは非常に使いやすい性能になってるんじゃないかなと思います。それではスキル1の性能から見ていきます。敵を6回攻撃する。残り HP パーセンテージが最も低い敵を優先的に攻撃し、初回は 600% の物理ダメージを与える。6回の攻撃のうち任意の1回により敵が撃殺された場合、残りの攻撃が毎回的に 1200% の物理ダメージを与える。連続2回の攻撃で敵を撃殺できなかった場合、3回目の攻撃が必ずクリティカルになる。まあこれ非常にややこしいんですけど、まあ、要は敵を撃殺すればダメージが倍になる、残りの攻撃のダメージが倍になる。で、2回連続敵を撃殺できなかったら、まあ、その次の攻撃はクリティカルになる。それ以降クリティカルですね。敵を倒したらまたそれがリセットされてしまうような感じとなっております。まあ、例えばですね、単体に6回攻撃したと仮定すると 600% の2回攻撃と600% にクリティカルの 1.7 倍ですね。で、4回攻撃になるんで 5280% の火力を出していくことができます。で、まあ一応このキャラなんですけど、残り HP パーセンテージが最も低い敵を優先的に攻撃していくんで、敵を撃殺するっていう条件は比較的満たしやすいのかなと思います。で、一応最大ダメージを出していくためには1回目で敵を撃殺して残り5回を1名に与える。これが一番ダメージ出ますね。 600% の攻撃が1回目、で、その次 1200% の攻撃を2回行う。で、その残り3回はクリティカルになるんで、 1200× クリティカルの 1.7×3倍で、まあ 9120% までダメージは伸ばしていくことができます。まあ、なんでこのキャラ出た当初は結構火力キャラとして有名だったんですけど、まあ、5280% から 9120% ぐらいのダメージを出していけるといった感じになります。で、続いてスキル2ですね。敵を4回攻撃する。残り HP パーセンテージが最も高い敵を優先的に攻撃し、毎回 680% の物理ダメージを与える。攻撃する前に敵の残り HP が 50% より高い場合、 100% の確率で2ターン内では敵を破壊にさせ、防御力を 70% ダウンさせる。で、敵の残り HP が 50% より低い場合ダメージが倍になる。で、まあこれちょっと残念なポイントがあるんですけど、まずダメージとしては 680% の4回攻撃から、まあ、680×2倍×4回の 5440% のダメージを出していくことができます。で、まあ、敵の残り HP パーセンテージが高い敵を優先的に攻撃するんで、どちらかというと破壊にさせやすいんですよね。攻撃する前の破壊なんで、一応ミスっても破壊を付与していくことができるっていうところで、まあ、破壊キャラとして優秀なのかなと思います。
まあ、ただですね、発光キャラとして見るのであれば、これがスキル1だとまた話は変わってきたんですけど、スキル2って結構遅めの発光キャラになっていて、なおかつ敵の残り HP の縛りもあるんで、まあ、そういう意味では他の例えば細分機とかそういったキャラの方が発光キャラとして見ると優秀なのかなと思います。まあ、なんでこのキャラとしてはダメージ倍にして 5440% ダメージを狙っていくのがいいのかなと思うんですけど、まあ、5440% ダメージってもう今となってはかなり低いとは言わないですけど、高い方では絶対なくなってしまったと思うんで、まあ、このキャラの火力っていうのは、まあ、かつてほどは過信するようなものではなくなってきたのかなと思います。でパッシブですね、HP44% 増加、攻撃力 44% 増加、HP 吸収 16% 増加、防御貫通線アップ、で体力値レベル ×180 増加で、反射 30% ついてます。で武器が筋力レベル ×220、攻撃力 18%、 会心値レベル ×260 と、まあこの中で何を特筆するべきかというと、まあ反射が優秀かなと思います。で花嫁でも追加されてたんですけど、まあ普通にですねこのキャラ体力パッシブがあるんで、まあ、合計ですね体力値レベル ×260 のパッシブがついているっていうところもあるんで、まあ、耐久面も結構優秀なのかなと思っております。まあまとめとしては、まあどこでも無難に戦える性能ではあるのかなと思います。まあ戦役でも使っていけると思いますし、まあ、ボス戦も回数攻撃なんで十分に火力は出していけるキャラになっているのかなと思います。まあ闘技場ですね、特に活躍の見込みがあるのは援護もついているんで攻守ともに優れているといったところが考えられます。まあ城も無難に火力出していけるのかなと思います。まあ強みとしては、まあ、援護による耐久性ですねの高さっていうのは非常に強力になってくるんじゃないかなと思います。で弱みとしては、まあ、火力ですね、スキル1スキル2合計14000から5000%ぐらい出るんですけど、最大、まあ、ただそれでも火力という面では昨今のキャラと比べると、まあ、若干見劣りするようにはなってしまった部分があります。まとめとしては攻守ともに優れてはいますけど、今からゼロから育てることかと言われると、まあ、そこまでのキャラではないかなと今は思っているところです。このキャラ出た時は非常に強いと思ったんですけど、今ではちょっとそういう状態になっています。まあただ花嫁のキャラということもあって見た目は非常に最高なキャラとなっているんで、まあ見た目で撮りたい方は、常設の花嫁となっているんで、このタイミングで UR 戦まで撮っていただくのもいいのかなと思います。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。